かな場所よね。魔獣に襲われてるなんてちょっと信じられないけど。確かに今はそれらしい気配は感じないな。とにかく事情を聞いてみよう。ティオ、どこにいるのかな。久しぶりだね。エステル、それにヨシュアまで。もしかして遊びに来てくれたの。ううん、ブレイサーの仕事よ。なんでも魔獣が出たそうじゃない。研修が終わったんだ。おめでとう、よかったじゃない。うん、
あなたたちだったら、なんとかできるかもしれないわね。やっぱり出るの？魔獣。へえ、ここ数日ずっとよ。おかげで私まで寝不足になっちゃって。ということは、魔獣は夜に出没するんだね。ご明察。まあ、詳しい話はお父さんたちに聞いてみて。そろそろ配達から戻ってくると思うんだけど。こんにちは、おじさん、おばさん。ご無沙汰しています。おやまあ、エステルとヨシュアじゃないか。こりゃ久しぶりだね。ティオに会いに来たのかい？あ、ティオとはさっき会ったばかりよ。今日は、遊撃士協会の用事で来ました。なるほど。事情は分かったよ。でも、あんたたちだけで魔獣退治なんて、ちょいと危険じゃないかね。そうだな。君らに怪我をさせるわけには。心配しないで。これでも一応ブレイサーだもん。魔獣退治だったらお手の物よ。ギルドの許可も得ています。どうか、任せてもらえませんか？よし、それではお任せしようか。ありがとう、おじさん。それで、どんな魔獣が出たの？正体はよくわからないが、丸っこい猫のような魔獣でね。夜中に3、4匹くらい現れて、畑の野菜を食い散らしていくんだ。凶暴じゃなさそうだけど、とにかく動きが素早くってね。捕まえようとしてもすぐに逃げられちまうんだよ。なんか変な魔獣ね。夜中に現れるということは、それまで待つ必要がありますね。ああ、夜になるまでゆっくりとくつろいでいてほしい。もちろん、二人とも夕食に付き合ってくれるだろう。もちろん。ハンナおばさんの料理ってとっても美味しいから楽しみ。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。それじゃ、期待に添えるよう張り切って作るとしようかね。美味しかったな。ハンナおばさん、相変わらず料理が上手よね。うちのお母さん、お客さんが来ると張り切るから。それよりヨシュアには悪いことしちゃったわね。チビたちの相手をさせちゃって。いいんじゃない。ヨシュアって意外と子供に懐かれることが多いし、どちらかというと堅苦しいタイプなのに不思議よね。あら、そんなことないわよ。確かに礼儀正しくて他人行儀な雰囲気もあるけど、いざ知り合ってみると結構面倒見がいいのよね。さりげない気配りがまたポイント高いっていうか。そうかな。加えて整った顔立ちと神秘的な琥珀の瞳、漆黒の髪、女の子に騒がれるのも当然よね。え、ヨシアってモテるの？何を今さら。交際を申し込んだ子は一人や二人じゃないって噂よ。彼、全部断ったみたいだけど。知らなかった。ヨシアっては、私に何の相談もしないで、全く秘密主義というか、水臭いというか、薄情なんだから。まあ、同性ならともかく、異性に相談する話でもないし。それに、エステルにはなおさらね。え？なんで？エステル、いいかい？
そろそろ見回りの時間だよ。あ、うん、わかった。それじゃあお仕事を片付けてくるわ。今の話また後で聞かせてね。ああ、はいはい、気をつけて行ってきなさい。相変わらずこの手の話には疎いというか鈍いというか、こりゃヨシュアも苦労してるわね。どうやら魔獣はいつもこの時間に現れるみたいだ。早速見回りを始めようか。じーな、何ぞ。ねえヨシュア、あたしに隠し事してない？え、なんだよやぶから棒に。ヨシュアがうちに来てからあたしたちいつも一緒だったよね。いっぱい喧嘩もしたけど、それだっていい思い出だし、あたしヨシアのことを本当の意味で家族だと思ってる。エステル。だから、何かあったら相談に乗るからね。その、例えば、青春の悩みとか。は？あ、話はそれだけ。とっとと見回りを始めましょう。ティオに何か吹き込まれたのかな？隠し事。うわぁ、さすがに暗いわね。ねえヨシア、どういう風に見回ればいいと思う？そうだね、家の周り、畑、牧舎、温室を一通り回ってみるといいかもね。農園全体をカバーできると思う。うん、わかった。それじゃあレッツゴー。魔獣いないみたいね。そうだね、他を回ってみよう。静かね、虫の音しか聞こえないわ。まだ農園の中に入ってきてないみたいだね。僕たちを警戒してるのかな。ねえねえヨシア、小さい頃聞かされなかった？赤ちゃんってキャベツ畑で生まれるって。また唐突だね。僕は銀の翼を持つ天使が届けてくれるって。土地によって違うのね。見回り続けようか。うん。さすがに中には入り込んでないか。でもオーブメントの光が幻想的な雰囲気でいい感じよね。ちょっと得した気分かも。のんきだな君って。ヨシアが当変僕すぎるの。あっ、逃げた。待ちなさいよコーラ。まだ気配は消えていない。農園内にとどまっているみたいだ。ふん、上等じゃない。絶対に捕まえてやるんだから。あとは懲らしめてやるだけね。これからが本番だ、気を抜かないようにね。
いやはや、さすが遊撃士だ。このすばしっこい連中を見事捕まえてしまうとはね。それほどでも。ところでこいつら、どうしよう。痛い目に合わせたから、もう悪さはしないと思うけど。エステル、情けをかけてどうするのさ。僕たちは魔獣退治に来たんだよ。でも。それに、今の僕たちは、父さんの代理でもある。次に同じ被害が起こったら、どう言い訳をするつもりだい？そうなんだけどさ。まあ、被害に遭ったのは、うちの野菜だけなんだし。見逃してもいいんじゃない？そうだね。これだけ痛い目にあったらさすがに懲りるってもんだろう。ティオ、おばさん。ですが。私も殺すのは反対だ。彼らも私たちも同じ土地で暮らしている存在だ。ある程度折り合いをつけて暮らしていく必要があると思う。ヨシア君、今回は見逃してくれないかな。わかりました。被害に遭われた皆さんがそうおっしゃるのなら反対はしません。すまないね。せっかく来てもらったのに。私たちも柵を強化したりして被害が起こらないように工夫しよう。それじゃあ決まりね。そういうことだからみんなに感謝しなさいよ。今度やったら地獄見せるからね。さて、これで一件落着だ。今夜はもう遅いから寝るとしよう。君たちもぜひ泊まっていってくれ。はーい。お世話になります。はぁ、もうクタクタだわ。もう夜も遅いし、さっさと寝るとしますか。あれ、どうしたの？ヨシア。ごめん、みんなに嫌な思いをさせた。え？さっきのこと？バカね、そんなこと思ってる人なんていないわよ。普通に考えたらヨシアの意見が正しいもんね。正しいわけじゃない。ただ心が冷たいだけさ。今だって情けをかけずに退治すべきだったと思っている。エステルやティオたちと違って、かわいそうという気持ちが湧かないんだ。こういう時、自分がたまらなく嫌になる。人として不完全じゃないかって。心のどこかが壊れているのかもしれないな。ヨシアのバカ！勝手に自分のこと決めつけるんじゃないわよ！エステル？この5年間、私はヨシアのことをずっと見てきた。いいところ、悪いところは誰よりも知っている自信がある。多分、ヨシア本人よりもね。その私を差し置いて、ふざけたことを言わせないからね。壊れてるだなんて、絶対に言わせないんだから。ごめん。バカなことを言った。わかればよし。でも、ちょっと嬉しかったな。え？ヨシアってさ、いつも一人で溜め込むじゃない？苦しい時も、悩んでいる時も、平気そうな顔をしながら、一人で解決しようとするのよね。それって、やっぱり家族としては寂しいよ。エステル、僕は。でも今日は自分をさらけ出して弱い部分を見せてくれたじゃない？少しは私のことを頼りにしてくれたんでしょ？だから、ちょっと嬉しいんだ。何言ってるんだか。
そんな恥ずかしいセリフ、よくさらっと言えるもんだね。任せなさいって。さ、今日はもう寝ましょう。散々走り回って疲れちゃった。そうだね。おやすみ、エステル。それから、ありがとう。どういたしまして。おやすみなさい、ヨシア。ありがとう。今回は本当に助かったよ。それと悪かったね。中途半端な結果にしてしまって。気にしないでください。いろいろと勉強させてもらいました。また困ったことがあったら、遊撃士協会に連絡してください。ぜひそうさせてもらうよ。エステル、ヨシア、今度は仕事抜きに遊びに来てね。また泊まりがけでおいで。ごちそうさせてもらうからさ。ありがとう、ディオ、おばさん。必ずお邪魔させてもらいます。さてと、ギルドに戻ろうか。今回の報告をしてから次の仕事を紹介してもらおう。おう、勝手だ。次もこの調子で行くわよ。ご苦労様。農園での仕事、うまくいった？うん、いろいろあったけど。一応、報告しておきます。なるほど。魔獣を逃がしてあげたのね。甘いとは思うけど、それは不問としておきましょう。え、いいの？遊撃士の使命は人を守り正義を貫くことだけど、守り方はいろいろだし、正義も星の数だけ存在するわ。それを見極めるのもあなたたちの仕事ってわけ。なるほど、ずいぶん奥が深いんですね。まあ魔獣退治だけじゃなくて、国家間の争いも調停する組織だから、上位ランクの遊撃士だと戦闘力以上に総合的な判断力と柔軟な問題解決能力が要求されるのよ。判断力と問題解決能力ですか。ひょえ、一流への道は険しそうだわ。日々精進あるのみよ。さてと、次の仕事をお願いしようかしら。待ってました。どーんと来いってもんよ。それで今度も魔獣退治系？いいえ、物品運搬の仕事よ。依頼主はなんとクラウス市長。え、市長さんからの？いいんですか、僕たちに任せてしまって。簡単な仕事だと聞いてるわ。まあ詳しい仕事内容は市長さんから伺ってちょうだい。ブレイサーどもめ、一体いつまで待たせる気なんだ。
急がないと定期船に間に合わなくなるじゃないか。これだから田舎は。ん？おっと、その紋章はブレーサーのものだな。待っていたよ。急ぎの仕事があるんだが、話を聞いてもらえないか。うん、いいわよ。おお、よかった。それは助かるよ。では早速仕事内容を説明するとしよう。では改めて、私はオービッド、オービッド商会の代表だ。私はエステル、それとこっちがヨシュアです。よろしく。エステルとヨシュアか。何しろまだ新米ブレーサーですから。新米？まあ大丈夫か。はい。いや、何でもない。早速仕事の話といこう。悪いが急いでいるものでね。うん。今ホタルタケという珍しいキノコを探しているんだ。セプチウムが豊富な土壌にしか生えないと言われているものでね。ロレントで採取された記録はあるが、今はどこの商店でも扱ってないんだ。だがどうしても手に入れる必要があってね。それでギルドに依頼したわけだよ。この辺りでセプチウムといえばマルガ山道の辺りか。他に何かキノコの特徴は分かりませんか？普通は草むらの中に生えているそうだ。ただし土の中に埋まっているそうだから、注意していないととても見つけられないだろう。うん、それは厄介ね。でも掘り出してしまえば、それがホタルタケかどうかはすぐに分かるはずだぞ。何しろあのキノコは薄緑色に光るそうだからな。それでホタルタケなんですか？あ、なるほどね。さて、説明はこれで十分かな。要するに丸ヶ山道の草むらで光るキノコを見つければいいんでしょ？まあそういうことだね。もし本当に地面の中に生えているなら、そう簡単には見つからないだろうけど。ん？何か問題があったらまたここに来てくれたまえ。では取り急ぎお願いするよ。どうしたの？急に大声出して。見つけちゃった。収穫！あ、そのキノコね、そう思うでしょ。生えてた場所もそうだけど、ぼんやり薄緑色に光ってるもんね。あのおじさんの言ってたホタルタケってやつに間違いなし。オービットさんね。あ、そうそう、オービットさん。ちっとも美味しそうじゃないけど、綺麗なキノコよね。まるでセプチウムの輝きみたい。セプチウム？ん？どうしたの、ヨシュア？考えすぎかもしれないけど、エステル、早くそのキノコをバッグにしまって。やっぱりそうか。まさか、このキノコが？エステル、来るよ。
キノコはちゃんとしまった？うん、もう大丈夫。セプチウムの原石が放つ光にはあのキノコの光にも同じ効果があるみたいですね。あのタヌキ親父、そんなこと一言も言ってなかったじゃない。とにかく今は早く町に戻ろう。おう、悪徳商人め、待ってなさいよ。どうした、キノコが見つかったのかね。キノコは見つけたわ。おお、そうか。あ、でも聞いてたのと違うから別のものかも。だってこのキノコ魔獣を引き寄せるんだもん。ん？オービットさんはそれを知ってて依頼したんですか？そんなことを私が知るわけがない。だいたい君たちブレイサーは危険なことを処理するのが仕事だろう。こっちだってそれなりの準備ってもんが必要なのよ。僕たちのことはいいとして、問題はオービットさんの目的です。このキノコ何に使うつもりなんですか？そうよそうよ、武器みたいなもんじゃない。どうせ悪いことに使うつもりだったんでしょう。何に使うって、料理に使うに決まってるだろう。はあ？料理？この物騒なキノコ食べるっていうの？たく、これだから田舎者は困る。優れた料理人の手にかかれば、特徴ある素材ほど深い味を生み出すもの。その観点からすると、まさにホタルタケは特徴の塊。これぞ究極の食材に違いないのだ。要するに下手物食いですか。負け犬の遠吠えか。まあ君ら庶民には一生味わう機会はないだろうが。だといいんだけど。そんな緑色のキノコ一生食べたくないわよ。確かにまずそう。さて、私には次の商談の準備がある。おとなしくキノコを置いて帰りたまえ。ええ、早く引き取ってください。ん？このキノコに免じて君らの非礼には目をつぶろう。報酬も約束通り支払うから、せいぜい感謝するんだな。そんなキノコ絶対売れないんだから。行こう、ヨシア。それでは失礼します。ん？
活躍してるみたいだね。新ブレイサーのお二人さん、頑張ってるって話を最近あちこちで聞くよ。うん、だってまだまだ新米だもん。頼もしいな。でもちょうどいいところに来てくれたよ。ミルヒ街道にあるオーブメント島の交換なんだけど。うん、任せちゃって。僕たちでよかったら喜んでお引き受けします。ありがとう、助かるよ。うっかり忘れててさ。さてと、まずは大事なものを渡しておこう。これが交換用のオーブメント？ああ、そうだよ。交換してもらうのは西のミルヒ街道にある第六街道島だ。ロレント側から数えて6番目にある街道島だからね、間違えないように。うん、大丈夫。西にあるミルヒ街道のロレント側から数えて6番目ね。目的の街道島を見つけたら、次は整備パネルを開けるんだ。整備パネルを開くには6桁の解錠コードを打ち込む必要がある。第六街道島のコードは544818。ごめんフライデーさん、もう一回。544818。うん、合ってるね。うん、数字を入力すると整備パネルが開く。簡単な仕事に思えるかもしれないけど、くれぐれも油断はしないでほしい。街道灯がとっくに故障しちゃってるかもしれないからね。なるほど、そうか。オーブメント灯の光には大型の魔獣を遠ざける効果もあるんでしたね。気休め程度の効果しかないけどね。それでもなくなってみると意外に大変なことが起こるものさ。だからこの仕事もブレイサーに依頼するんだよ。そもそも街道灯は魔獣の出やすい道外れに設置してあるものだし。まあ魔獣の方は私がパパッと片付けちゃうからいいとして、そのなんとかコードはメモしておかないと忘れちゃいそう。ならコードの入力は僕がやった方がいいかもしれないね。仕事の分担は二人に任せるよ。よし、連絡事項も全部伝えたし、それじゃあよろしく頼むよ。何か確認したいことがあったり、仕事をキャンセルしたい時にはまたここに来てくれよ。の話だと多分この街道灯だと思うんだけど。そう考えて間違いないと思うよ。パネルにも第六街道灯って書いてある。あ、本当だ。よし、それじゃあささっと片付けちゃいますか。残念、そうもいかないみたいだよ。え、こんなに魔獣が。やっぱりオーブメント灯が故障してるみたいだね。とにかく魔獣を食い止めながら早くオーブメントを交換しないと。うん、そうね。それじゃあ、魔獣は私に任せて。了解、僕は整備パネルを開くから、それまで頼んだよ、エステル。うん、頼まれた。はい。
い知ったか。乗ってるな。ヨシア、そっちはどう？今海上コードを入れてるところ。5448118と。こっちは大丈夫だから落ち着いて作業しててね。よし、開いた。あとはオーブメントを交換して。ふふふふ、燃えてきたわよ。さあ来い。お待たせ、エステル。はい。終わったよって、まさかもうオーブメント交換しちゃったの？うん、もう魔獣も襲ってこないはずだよ。ちぇ、もう終わりか。なんか今悔しがらなかった？気のせいだってば。まったく、君って子は。エステル、その表情を見ると仕事をやり遂げたみたいだね。うん、もうバッチリよ。まあいろいろあったけど。念のためフライデーさんにも報告しておきますね。そうか、やっぱり故障してたか。きっと交換時期が遅れたせいだね。すまない、僕のせいで二人を危険な目に遭わせてしまった。ううん、謝る必要なんてないわよ。私たちの仕事なんだから。危険な仕事をこなすのもブレイサーの務めですから。ありがとう、そう言ってくれると助かるよ。そうだ、これを持って行って、お詫びの印だよ。これはクォーツ？そう、妨害2のクォーツさ。相手が駆動中のアーツをキャンセルしてしまう効果があるんだ。うまく使いこなせばかなり便利なクォーツだよ。うん、ありがとう。すみません。いや、二人とも今日はありがとう。オーブメントで相談があったらいつでも来てくれよな。今後ともメルダース工房をよろしくお願いするよ。なるほど、ご考説もっともですわ。
戦闘終了。先に進もう。負けられないんだ。Thank you.
おやエステル、今日はまたいつにも増して楽しそうですね。はいどうぞ教区長さん。これはベアズクロウと魔獣の羽です。薬の材料に使ってください。ギルドにご依頼になっていたでしょ。おお、確かに依頼しましたが、まさかあなたたちが集めてくれるとは。エステル、ヨシュア、怪我はありませんでしたか？うん、全然平気じゃなくて平気でした。その調子では少し不安ですね。そんなことないですってば。前にも話したことがあるはずですよ。物事がうまくいくことは確かに喜ばしい。しかしそういう時ほど一層気を引き締めるべきなのです。はーい、以後気をつけます。まだ時間にも余裕がありますね。せっかくの機会ですから特別講義を。ゲゲ、ごめんなさい教区長さん、私たちそろそろ行かなくちゃねえ。ヨシア、まだ仕事が残ってるんだよね。まったく、すみません教区長さん、もう遊撃士協会に行かないと。おや、それは残念。しかし仕事では仕方ありませんね。エステル、ヨシア、ご苦労でした。二人の行く空の下、常にエイドスの導きがあらんことを。